うずら川上流部、天然記念物、うずら川古葉松寺西北原地帯の、下流川アッサ部町は、北海道南西部、檜山新興局南東部にある農林業を主幹産業とする町である。檜山郡に属する。地名の由来は、アイヌ語であるが、アッサムハチャムといった諸説がある。檜山管内南東部に位置。北に、薬蜂町、森町、南に、 上野国町、木古内町、東に、乙部町、江差市町、西に、北都市と境界を有する。面積の約8割を山林が占める。2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。古くは、正木藩の所領。 1678年同伴の日和山解放により、この伐採のため本州からソマフがト来した。農業を副業として定着し、各河川流域の開墾が始められた。那し機関産業は、農業、林業札幌主製工業アッサブ工場等の駅や、サブ2019年現在、町内に、鉄道は存在しないが、現在工事中の北海道新幹線。 新函館北斗札幌間開業時には、都道トンネルが町内を経由する予定である。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道函館本線や雲駅、あるいは、北海道新幹線新函館北斗駅など、タクシー会社うずら川の御用松助市の、ケヤキ史跡天然記念物あっさ部長、指定無形民族文化財毎年夏祭りに、商工会正年部によって、 直径1から2メートル以上のメイクインコロッケを作っている。メートル級の巨大コロッケを作ることになった先駆けである。また、全国的にアッサブの読みをアッサワベと読む人が多いため難読地名の一つに取り上げられる。ありがとうございます。